は二十七年ぶり開幕六連勝になりましたライオン土監督です素晴らしい投打の活躍でしたはい、えー、まあ、ちょっと今日はね優勢ちょっとイマイチだったんですけどもただでも本当に粘り強く、えー、選手に取るまでというところで本当に踏ん張ってくれましたどのようなところがもう一つというところだったんでしょううんちょっとたまに力がねあのもう一つ ただ、あのー、その分やっぱり球は走るは走らないあると思うんですけどもそれでもうやっぱりその丁寧に投げたというかねコントロールを乱さないようにという意識でま良、あ、かったですねそんな中で8回1失点しっかりまとめて2連勝してくれるというのは大きいでですすよねねそうですね8回、じゃあこの回までって話したらすごい球放りましたよねまだ貯めてたんですかね。 さあそんな優勢投手を援護する意味でもキャプテン浅村選手がまずは先制してくれました、はい、まずはね本当にあの選手権、優勢が投げてますから、えー、選手権が非常に欲しかったところでちょっと最初ね取れなかったんですけどもあの一発がななんか雰囲気的に良くなったですねそして5回、追いつかれた後すぐさままた源田選手のタイムリーで、えー、引き離すことができました。うん あれがあの試合の流れでやっぱり0対0でいっててうちが点取ったら次の回、えー、ち,ょっとちょっと心配したんですけどねあのやっぱりフォアボールから打たれてただ、でもあそこノ後ア3塁を1点だけで抑えたというのもい、まあ、いい粘りだったと思いますそしてまた7回の表先頭バッター出塁となってさあここ、踏ん張りどころというところ外崎選手のファインプレーありましたね。 いや今日はあれじゃないでしょうかね、あれ、抜けてたら1点入ったか入ってなくても、ーノーアウト、また2、3塁というピンチだったんで、今日はあはプレーがすべてじゃないでしょうかそしてその裏、先頭バッターとして殿崎選手、ーベースヒットがありましたそうですね、本当にあの,あのプレーの時多分あの膝打ってるはずなんですよ、そ,のそういう感じがあったんで、まあ、でも本当にあの彼のいいところでね、やっぱりそういうところで、3ベースっていうのは、こっちは非常に、あの、 大きいですよね、送らずにあと後ろの3人に任せられるわけですからそこでやっぱり、えー、銀次郎のタイムリーもあれば本当に嬉しかったですすぐさま隅谷選手が返してくれるまたこれチームの大きさですよねいや本当にあの銀はねあの去年から本当にバッティングが良くなってきてこういうチャンスで本当にあの勝負強くなってきてるんで本当に頼も頼もしいですよ そして8回、山川選手の第3号ツーランホームラン、えー、今日の試合を決めるという意味でも明日に向けても大きな一発だったと思います、はい、あの開幕からずっとあの山川は、ね、あの自分の中でもやもやっとするところがあってなかなか調子が上がらないところ本当にあの一生懸命あのビデオを見たりとか練習いっぱいバットを振ったりとか。 やっている姿を知っていますしそういうところでも最近、本当ボールを見逃すという形が非常にちょっと良くなってきたので、ね、バッティングコーチともいろんな話をしながら良くなったらええっ話でもうこれ以上悪くならないやろうと思っていたところでした改めてこの6連勝ピッチャー陣もそしてバッター陣も素晴らしいプレーを見せてくれていると思いますがいかかがですかいや本当にあの先発ピッチャーがここまで頑張ってくれると、あのー、やっぱり、その 打線は1点ずつという形で本当に少ないチャンスでもこう確実にものにできているというのが、えー、この連勝に,につながってると思いるすべての試合で先発投手に白星がついている中で明日の田畑投手、どんな、えー、試合を期待しますかいやいやもう、もうそろそろって思い言っておきます、本人には負けるこでしょうと、でもその気は全くありませんけども、いやでも本当にあの、えー、全部勝つわけじゃないですから。 ただもう彼は本当に昨年もちょっとオリックスにね部が悪かったんでちょっと本当に少年入れてね本当にリベンジする気持ちでねどんどん攻めていってそれはあとは結果ですから攻める気持ちを持って投げてほしいと思います。明日はライオンズも欲しかったバファローズ田島投手との対戦ですね。そうですね。やっぱりそのうちの打線もこれだけ持ってますから。 そう向こうもやっぱ容易じゃないと思うんでねだからそういうところではやっぱりその接戦に持ち込んでというところでこっちはもう少ないチャンスでもこうものにできるようにチームの戦としてね戦っていきたいと思います最後にファンの皆さんにメッセージお願いしますはい今日も熱い声援ありがとうございました明日も頑張ります応援よろしくお願いします明日も期待していますはいありがとうございます